トビズ調査会社のインテージは7日、2022年に売れた日用品のランキングを発表しました。全国のコンビニやスーパーなど、およそ6000店の販売額を集計したもので、外出機会が増えたことから、コロナ禍で苦戦した化粧品の復調が目立ちます。口紅がが1 14% 12年前よりり45% 4伸びてて位位に入ったたほか方紅が14増えて12位となりました マスクをしていても落ちないといった新商品の普及も販売が伸びた要因だと分析していますただコロナ前の2019年と比較するとそれぞれ半分程度の水準にとどまっていますランキングの1位は検査薬で新型コロナの抗原検査キットは1年前よりおよそ2.8倍増えました2位は健康志向で人気が続くオートミールで56%の増加 3位は酔い止めなどの鎮ウ剤でした。